ライジンで会いましょう。今回は2016年12月29日埼玉スーパーアリーナで開催されましたライジンファイティングワールドグランプリ2016無差別級トーナメントセカンドラウンドライジン3をお届けいたします。八地裕介選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初登場ですね。そして同じ初登場朝倉環奈選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ライジン総合これやんない、やんない。あ、よろしく、やっちです。よろしくお願いします。おー、はい、はい、デビュー戦2人、はい、5年も前なんですね。僕ね、実は強烈に推したんですよこれ。まあいろんなところで話したんですけど、八地裕介っていうのはスターになるぞと。そうなんだ。もしかしたらと、はい、将来なんかあの女優と付き合うかもしれないぐらいにはなるぞと。ロールと UC って番組があって、はい、あのリアリティショー番組、はい、でそこに、八地メディカルチェックで来たんだよ、ね。あ、出んだ八地くん、いいじゃんいいじゃんみたいな、うん、つったら、あー、チェック受けに来ただけっすけどみたいな、なめくさりやがって、いや何この子みたいな、新しいなと思って、出る気ないの来たんだね、あの時ね。そう、なんかとりあえずメディカル受けときないみたいな、それ結果としてもらえるはずだからみたいな、免許証みたいな感じで、そう行った、うん、行ったで、カンナは、アマチュアシュートに行ったんですよ、はいはい、あの、はい、ジムの人の応援で、応援で、でその時に榊原さんが来てたか、はいはい、なんかで準備しとけって言われたんですよ。ちゃんとオファーいただいたのは1ヶ月前ぐらいだったかな、でもだったと思います。女子高生のうちに出とけっていう間違いない間違いない間違いないですね。衝撃のあの制服で入場、はい、あみんなの前でこうやって脱いでやりましょうね。恥ずかしかった何も考えてなかったです。後から言われて気づきました、はい、制服をみんなの前で脱ぐってあんま良くないかなまさかなパンテンの CM とかやると思わないじゃん。いや本当にやめてください。すごいですよ。恥ずかしいんでやめてください。八地くんも髪質はいいよねえ。めちゃめちゃサラサラです。俺もで待ってるんですよいつでもこれできますけどそして第一試合北岡悟これデビュー戦だな。あの時に本物の格闘技を見せると、うん、他局で格闘技っぽいことやってると、うん、何他局でって正人選手と。ああ正人ね、選手、はいはいはい、大きいグローブつけてやるやつね。あの、はい、やっぱさ正人はさあのMMA の選手とやる時映えるよね黙っちゃいましたね。いやいやいや、なんか何も言えないです。ラブ入れ。あ、はい、そして第8試合、はい、なぜか MMA。そうなんです。なぜかというか、もうこの時あれだよね。MMA じゃないとダメだっつって天心状況ですね。って言って天心出したんだよね。はい。そしてで後半は無差別級トーナメントの、うん、お2回戦なんですけれども、でバルトの間本当イリープロハースカだったんです。そうだそうだ。でイリープロハースカが練習中に左足の前十字靭帯を断裂しまして、はいはい、でそれで出られなくなったということで高坂剛さんが代役として出ることになった。よく覚えてね。覚えてる、そういうの。自分の試合しか覚えてないでしょ。あ、いや自分の試合すら怪しいですけどね朝倉環奈髪型も高校生、ね、若いよ。こう若いなやっぱ。やち、あー楽しそう。楽しそうですね確かに。そしてバルト、でかっ、でかっ。なんかこうやってもう入っちゃってるんですかね、もう自分のなんか珍しい魚みたいになってますよね大きめのやべえと思ったよこれすごいな。ミユキステップを見せながら、そしてバックブローダー、さらにサッカーボールキックを放ってパウンドに入る。さあフロントから決めていこうというところ、ギロチンチョークに行こうという。来た。さあ足をかけてアームイン、ギロチンチョークに入っていきます。うわ懐かしい。 JK 朝倉環奈、いやでもこのイメージ強いなこれダメですよねステージ上で制服を脱ぐところにライトを当ててそして映すっていう。そうですよね。でも緊張はめちゃめちゃしました、ね、どういうこと考えていたんですか。いきなりここでタックルに入りますが、やばいじゃん。他にパウンド、やばいね。これ絶対絶命よね。相当やばいですね。お、ここでまた足を刈り取っていく。これやばかった。そして連打、選手の対戦相手のパッキャオに似てる。パッキャオパッキャオ似た、そっくりですね。
そう、この時68キロ契約っすもんね。あ、そうですね、きつかったな本当に。そしてライジン初登場、八千雄介。集めたら手応えあった。いや、手応えあったのかな、全然あってね。飛び込んできた、これはあったんですよね。パウンドアウト。すげえ、すごい、和田さんにぶん投げられて、ね、この膝ですね。うわ、これ入ってる。どうも、はじめまして、クレイジービーのヤッチ、ヤッチくんゆうすけです。な、恥ずかしいな、ちょっとこれはずやめようよ、流すの。左ジャブからローキック、おっと足を滑らせた、カイカラフランス。カーフ蹴って、これカーフですね。カーフなんですね。さあ、そしてタイカルファラス、サッカーボールキックだ。さらにまたスタンドの状況から、おっとこれも効いている、カーフが効いている。右、さあ猪木あり状態、踏みつけていきます。おお、そしてここですごいっすよね、オモプラッタを試合で出すってそこからのギロチンですね。流れるように全部つながってますね、はい、上に乗っかって、そしてギロチン。普通にね、キックで出したらいいんじゃないかあったけど、でもやっぱりこれがあるから那須川天心に乗れるというか、はい、まず MMA をやったというか、このインサイドガードポジションに入っている那須川天心を見るのは本当に貴重な今では VTR だと思います。いや、ドキドキするね、そしてここで腕を取られた、腕を取られた、かつて一本勝ちを収めた必殺アームバーに捉えたニキータ・サプン。さあ、やはり伸びてくるこのパンチ拳、そしてパウンド。31日、もう1試合、どうですか？皆さん見たくないですか？明後日です、大丈夫です明後日だよ、明後日だよ、ドリームカードだな、これな。そうですね、今考えるこれ、新旧 UFC ファイター対決でもあります。お、カブタムシ先輩、そしてタックルに行く、走っていきます。すげえな。そしてこの上腕二頭筋、すごいなこれ、すごすぎない、綺麗追い込んでいくか、アリアクワリ、なんとヒースヒリングを持ち上げた、レスリーねじ込みのこのスーペックスで、解説はめちゃくちゃ論理的じゃん、でも自分の試合は割と、イケイケなのね、真っ向勝負っすよね、真っ向勝負。そしてまた組みついてこようとしている、うわ、聞かねえぞ、そんなの。プライドキング VS ライジンキング、ミルコ・クロコップ VS キングモー、リードジャブです。左ハイキック、これが当たれば左ミドルです。そこは切っていくでしょうか、そしてアッパー、アッパーだ、アッパーだ、アッパーなんだ。そしてこれそこ行って今週末なんですよ、はい、八千さんの試合が。そうです、で心配で心配でしょうがないよ、ええ、心配やっぱベルトは取りたい、大事にで、お互いの存在かけて、まあもうやり合っていこうじゃないかと。刺さっちゃって、その時はもう耐えたんですよ俺、はい、もう悔しくて悔しくて、その何ヶ月後に、その何ヶ月後かに不意に思い出しちゃって、あの時我慢してたのが全部出ちゃった。しかもですよ、それを使うなって言うんですよいやいや、その気持ちは分かりますけど、ね、いやだって31歳ですよ俺いやいいよいいよ、八千くん、八千くんいいよ、よくないでしょ、うん、いや全然いいよ、みんな頑張れと思うよこれで、うんうん、だったらいいですけど、やっぱなんか泣いてんの使われるの嫌だ。嫌ですね。本当、はい、しょうがないよね、あなたの場合は。だってしょうがない、あ、しょうがないと思ってないですね。しょうがないな。いいんですよ、もうライジンの会場泣いて、もうみんな泣いていいんですよいいです、いいです。